ついに明かされるレベルファンの元ネタ。何かがおかしい偽の大阪。壁抜け、バグする9と4分の3番線。熊のぬいぐるみが支配する世界。今回は前回に引き続き、バックルームの様々な有名レベルの元ネタをご紹介していきたいと思います。有名なレベル以外にも視聴者様のリクエストがあれば、次回の動画でご紹介しますので、ぜひコメントください。ということでまずは、前回の動画のコメント欄でリクエストしていただいたレベルの元ネタから解説していきたいと思います。レベル駅。元ネタキングスクロス駅。レベル駅は、元ネタがロンドンのキングスクロス駅に由来しています。この場所は、大きな鉄道駅に似た不思議な空間であり、無限に続くように見える鉄道が特徴です。このレベルは、キングスクロス駅の壮大さと謎めいた雰囲気を持っています。キングスクロス駅は、ロンドンの主要な鉄道ターミナルであり、多くの列車が発着します。この駅は、観光客や通勤客で常に賑わっており、その構造やデザインが印象的です。キングスクロス駅は、ハリーポッターシリーズで、ホグワーツ魔法魔術学校への出発点となる9と4分の3番線として描かれています。9と4分の3番線は一般の人には見えない魔法のホームで、壁をすり抜けることでたどり着くことができます。このハリーポッターの9と4分の3番線への行き方は、バックルームのレベル間を移動する壁抜けバグと類似しています。もしかしたら、壁抜けバグはハリーポッターに影響を受けたのかもしれませんね。レベル駅は、このキングスクロス駅の無限に広がるような感覚や、壮大なガラス天井のデザインに影響を受けています。レベルの天井は、キングスクロス駅のように湾曲したガラスのパネルでできており、その外には空虚な空が広がっています。この特徴は、キングスクロス駅の美しいアーチ状の天井と一致しています。さらに、レベルの壁には様々な部屋や廊下につながるドアがあり、キングスクロス駅の複雑な構造を彷彿とさせます。このレベルは、キングスクロス駅のように常に人々が行き交う場所であり、駅の無限に続く列車は、キングスクロス駅の多くの列車を象徴しています。レベル駅は、キングスクロス駅の雰囲気を持ちながらも、その不思議さと謎めいた特性をさらに強調しています。レベルの探索は、MEG が主に行っていますが、この場所の多くの部分はまだ謎に包まれています。訪れる者は、この場所の元ネタである、キングスクロス駅の歴史や構造を理解することで、レベルの特性をより深く理解することができるでしょう。この場所は、キングスクロス駅のように壮大でありながら、危険な要素も含んでいるため、十分な注意が必要です。レベルファン。元ネタバーガーキング。レベルファンの元ネタは、ドイツのアレクサンダープラッツにあるバーガーキングの地下室にあります。この場所は、2011年にトレイシー・ローリングによって撮影されました。彼女が撮った写真には、トイレの近くにある子供の遊び場が映っており、この遊び場の独特な雰囲気がレベルファンのインスピレーションとなりました。レベルファンは、まるで子供の誕生日パーティーのような雰囲気を持つ部屋や廊下で構成されています。カラフルなテーブルやケーキ、壁画、風船、紙吹雪、おもちゃなどが散らばっており、遊び場、ボールピット、アーケード、ダンスルーム、ダイニングルームもあります。これらの要素は、バーガーキングの地下室の遊び場から着想を得たもので、子供たちが楽しむための場所として設計されています。バーガーキングの地下室の遊び場は、子供たちが遊ぶためのカラフルな設備や装飾が施されており、その雰囲気はレベルファンの設定に大きな影響を与えました。トレイシー・ローリングが撮影した写真は、この遊び場のユニークなデザインを捉えており、レベルファンのイメージを具体化する手助けとなりました。レベルファンの内部は、見た目は楽しい場所のように見えますが、実際には危険が潜んでいます。パーティーゴアーと呼ばれるエンティティが徘徊しており、人々をケーキやカップケーキに変えてしまうのです。このような設定は、元のバーガーキングの遊び場の無邪気な雰囲気と対照的であり、レベルファンに独特の緊張感をもたらしています。
また、レベル3の構造や広がりは、バーガーキングの地下室からインスピレーションを受けています。この場所は、複雑な部屋や廊下のネットワークで構成されており、探検者は迷いやすく、常に注意が必要です。レベル3に入ると、まるでバーガーキングの地下室にいるかのような感覚に陥るでしょう。以前ご紹介したマクドナルドバックルーム店をご紹介する動画で登場したマクドナルドのレシピを盗もうとしていたバーガーキングはレベル1からの刺客だったのかもしれません。レベル728イータ、偽の大阪。元ネタ、カニ道楽道頓堀本店。レベル728イータ、偽の大阪は、サバイバル難易度クラス1の無限のオフィスビルや飲食店が立ち並ぶレベルです。レベル728、偽の大阪の元ネタは名前でもうネタバレしてしまっていますが、大阪のカニ道楽道頓堀本店です。カニ道楽は1960年に大阪道頓堀の地で創業され、現在も地元住民に愛されているお店です。そんなお店の賑やかさがレベル728には反映されているのか、時々日本語の話し声や流行した楽曲が聞こえてくることもあるそうです。このレベルには昼18時間、夜6時間のサイクルがあり、その話し声や楽曲が聞こえてくるのは昼だそうなので、その時の地球のカニ道楽、道頓堀本店の状況とリンクしているのかもしれません。レベル231、私が A と呼ぶ場所。元ネタバージニア州のとある A。レベル231、私が A と呼ぶ場所は、バージニア州にある家が元ネタとなっています。この家は2007年に不動産のリスティング広告の一部として撮影されました。レベル231は、広大な家のような場所で、無限に広がる床を持ち、それぞれの部屋が少しずつ異なるデザインを持っています。このデザインは元ネタとなったバージニア州の家の広々とした部屋や特徴的なデザインの影響を受けています。家の建築は70年代風で、時間が経つにつれて壁が黄ばんで、ベージュのカーペットが敷かれ、木材が古びています。レベル0とは異なり、光の音やカビは見られません。この家のキッチンには、新鮮な食べ物や缶詰、水やアーモンドウォーターがありますが、他の部屋では稀にしか見つかりません。しかし、武器や電池、光源、電子機器、衣服などの役立つものが見つかります。建物の上の階に行くほど、部屋が増え、それぞれの部屋が特別な特徴を持っています。放浪者たちは、無重力や極端な温度の部屋、二段飛びや飛ぶことができる部屋、さらには余分な手足があるように感じる部屋など、興味深い現象を経験しています。部屋の色、大きさ、内容物、エンティティの数は異なります。静かな部屋は前哨基地を作る場所として使われますが、無限に広がる床のため、その範囲は確認されていません。高層階に行くほど、人の痕跡が少なくなり、食べ物が多く、部屋の状態が良く、カーペットが綺麗です。レベル231はフロントルームと似た特徴を持っており、古いテレビが様々なスポーツゲームを映しています。このレベルはパーティーゴアーによって襲われたことがあると言われており、一部のフロアには不気味な笑顔の赤い汚れがあります。それはパーティーゴアーを思い起こさせます。このレベルは数ヶ月前まで記録されていませんでした。以前の探検家たちは他のレベルの一部だと考え、出られなくなって初めて違うことに気づきました。レベル194イータ、プレイルーム。元ネタ、ロナルド・マクドナルドハウス事前施設。レベル194イータ、プレイルームは、全体的に子供向けの待機所や幼稚園、小児向けの病院のような外観をしています。オハイオ州コロンバスにあるロナルド・マクドナルドハウス事前施設は、病気の子供とその家族を支援するための場所です。レベル194イータのプレイルームは、この施設の子供たちのための遊び場からインスピレーションを受けています。実際の施設では、病気の子供たちが楽しく過ごせるように、多くのおもちゃや遊具が揃っています。このような背景をもとに、レベル194イータのプレイルームは、
子供たちにとって楽しい場所として描かれていますが、その裏には不気味な要素が隠されています。このレベルの構造は変わることがありますが、待合室、オフィス、プレイルームという共通の部屋があります。それ以外は到達時にランダムに現れ、探索中も少しずつ変わります。待合室はレベル194に迷い込んだ人が最初に到達する部屋です。ドールハウスやぬいぐるみ、乳幼児向けのおもちゃが置かれています。たまに鍵やカードキーが見つかり、大きなテディベア、保護者、がいます。童謡のような音楽が流れることもありますが、特に意味はないようです。表示やスイッチは子供にもわかりやすいデザインが多いです。オフィスは、レベル194、イータ内を移動中に時折見つかる部屋です。病院の入り口や企業のビルのような構造で、雰囲気が異なります。表示やスイッチは大人向けで、複雑な操作が必要です。多くの場所はカードキーで入れます。プレイルームは、ファンゾーンや、キッズコーナーとも呼ばれ、18歳未満の子供のみが入れます。ルールや警告表示がありますが、入った子供は戻ってきたことがありません。入る前にみんな目を輝かせて、楽しそう、と言います。18歳以上の大人はカードキーのエラーで入れませんが、強引に入ると、保護者が探しに来ます。保護者はレベル194、イータ唯一のエンティティで、大きなテディベアのような姿をしています。待合室に座っており、触れても反応しませんが、プレイルームに入ろうとしたりテキーを見せたりすると動き出します。保護者は窓や扉をクレヨンの絵のように変えたり、物や部屋の大きさを変えたりすることができます。保護者はプレイルームに入ろうとしたルール違反者に対してテキーを持ち、子供の泣き声のような悲鳴を上げながら近づいてきます。最終的に保護者に抱きしめられ、体を取り込まれてしまいます。これがどのような影響を及ぼすのかは不明ですが、捕らえられた時点で死亡したと考えられます。このように、現実の事前施設と異なり、レベル194、イータは不安定で危険な場所です。